はじめましての方も、ご常連の皆様も、IT ジャーナリストの宮脇敦志です。よろしくお願いします。令和3年6月3日の朝、久しぶりにツイッターのトレンドに、えー、モーニングショーの名前を見つけました。1年前は、あの箱大学の教育学部の教授先生様であらせられる専門家が、文字通り連日出演され、そのエモーショナルなお話が、ツイッターのタイムラインを埋め尽くしたものでした。 当時のネタはウイルスはサーキュレーションされます。そして秋冬コレクションからのアビガオホー発射でした。しかし次第に番組名をツイッターのタイムラインで見かけることが少なくなっていきました。それが今週に入りまして何度か番組名をツイッターのタイムラインのしかもトレンドに見かけるようになりました。何が話題になっているのかなというわけでトコトコトこトコって見に行ってみますと 6月3日の放送では煽り運転で、その前日の6月2日は、あの鼻マスクによるお弁当屋さんの話題でした。これを見て、やはり朝のワイドショーの王者になるだけのことはあるなと感心しました。何かいや、それは視聴者の皆さんの素朴な怒り、これを刺激するコンテンツを提供しているということだからです。 まず、長々と理不尽な煽り運転だとか、クレーマークレーマー的な弁当屋での様子を映し出し、そしてその VTR が終わり、スタジオに戻りますと、司会を務めるフリーアナウンサーのハトリー慎一さんが見事なトスを上げます。これをコメンター各紙が、いかんあかん、いかんあかんとアタックを決めます。このアタックによって視聴者の流飲がぐぐぐぐぐっと下がる。見事なまでの 控えおろう的な完全懲悪のコントの完成です。これは昭和時代から変わらぬワイドショーのフォーマットなんです。一例を挙げると日テレ系で放送されていたテレビ3面記事ウィークエンダーという番組。この番組では後の桂雑魚バ師匠が当時桂長丸と言ってた時代に用意したパネルを叩きながらこいつがこの男が偉い奴でなんつってね怒りをぶつけておりました。 なお、えらいとは、関西表現におけるとんでもないというような意味で、今のニュースやワイドショーが、偉いと上げるのが、やり玉に上げるのが政府です。それは新型コロ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 、ニュータイプにおいても同じです。しかし、日本は世界と比較したときに、さざ波だというのが、この1年経っての結論です。 そして、ニュータイプの怖いおっかないようもできないと思ったら、ワクチンの方もなんだか順調に進んじゃっていて、政府がーというやり玉がうまくいかなくなってきた。そこで、素朴な怒りとして煽り運転を煽りに煽っていたところ、それが今、ニュースワイドショーの自爆のスイッチをポチッとなっと押しているんではないかという疑惑が、ズドゴーン。テレビマンの立場に立てば、注目を集めたい視聴率をゲットだぜ、としたい、そのお気持ちは理解します。 しかし、ネットで話題になるということは、それだけ情報が蓄積されるということも意味します。すると、過去の放送内容をオンエアが終わった瞬間から、寝けて、寝けて、寝けて、と、することで成立していたワイドショーのフォーマットが成立しなくなってしまいます。お弁当屋さんでの乱暴老石を伝えて、久しぶりにその番組名がツイッターのトレンドに上がっておりました、令和3年6月2日。 こちらの番組では WHO の大村間違えましたテドロステドロス事務局長の個人的な上級顧問を務めていたあの著名なお医者様が出演されておりましたこの方1年前にはロンドンからリモート出演され3週間後の東京はニューヨークみたいになると視聴者の皆さんを脅しに脅しまくっていた人物です 今は帰国されて福島県の方でワクチン接種にご尽力なされているということで、この点についてはありがたいお話です。ただ、ネットの皆さんは1年前のことをしっかりと覚えております。そして、お弁当屋さんの乱暴狼藉で素朴な怒りに火をつけたがダメか、番組名はツイッターのトレンド入りして、番組への批判が再燃しておりました。煽り運転でトレンドしていた令和3年6月3日のツイートには、 こんなものがありました。続出、ボランティア自体1万人無投資、問題ない、えー。司会を務める羽鳥慎一さん。世間の目が怖いから辞めるという、そういう精神的負担をボランティアの方にかけていいんだろうか。これに対してこちらのアカウント。お前らが負担かけてんだろう五輪中、ボランティアに取材という名の嫌がらせをするはずとツッコミを入れております。んうんうん。白が、白がこう言ってます。きっとやる。 とりわけ、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんが何かというと、先の対戦を例に出すことに対して、つくづくドンパッチが好きだな、なんてケラケラケラとからかわれておりました。つまり、煽り運転という素朴な怒りを刺激したことによって、視聴者への煽り運転的な番組内容が、まるでブーメランのようにご自身たちの番組に突き刺さったのではないかという疑惑が、ヌプ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 。 さて、そんなドンパッチの例えがどこで出たかというと、おみしげる文化会会長さんが、このような状況でオリンピック普通ならできないとした発言に対してのもので、皆様大好きな社員さんはこんなお話をされておりました。そうですね。このおみ会長の発言とか、釜まさんですね。あの、止めるって選択をどうしてもこの国はできないのかって疑問とかですね。こういう専門家、こういう話を聞いてると、僕はあの、愛用戦争の直前に特られた総力戦救急所を冷凍してしまうんですね。会務とかですね。無理とか、その当時の分から逃げても。<laughs> 話長えよ。 この長いお話をぐぐぐぐグ,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 グとまとめますと先の対戦の前に総力戦をやると日本が必ず負けるというシミュレーション結果が出ていたのに先の対戦で日本は総力戦に突き進んだ的なみたいなっぽいお話をされておりました。だがちょっと待ってほしいいやいやいやさっ先の対戦の戦略の失敗とか戦術面での間違いもたくさんありました。 とはいえ、改戦の時に総力戦を想定していなかったという説が大半です。また、何より今の日本はさざ波ですし、ジャパニーズミラクルという、まあ事実上の勝利にかなり近づいている状態で、そしてワクチンの接種も進んでおります。このドンパッチンに例えた長いお話を引き受けた司会を務めるフリーアナウンサーの羽鳥慎一さんは、 オリンピックを中止できないのであれば、できるだけ対策を考えないといけませんね、みたいなお話をされておりました。しかし、最初からどうやって対策をするのというのは、日本のオリンピック組織委員会も、東京都も、そして政府も、IOC も、中継をする NBC だってみんな必死に考えていることなんです。 仮に中止という選択肢があったとしても、それはプラン B どころか C でも D でもなく、プラン、Z ぐらいの話だということです。ところが、この司会者の言葉を受けまして、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは、今でも止めることができる、なんてね、唇を尖らせておりました。そしてそれができないのは、政府とか組織委員会とか政治に近い人たちがオリンピックをやろうとしているからだ、なんてね、おっしゃっておりました。 しかし、オリンピックの主催者は IOC であることはネットでは広く共有されております。オリンピックと開催都市、そして国の関係をパパパパーンでお馴染みの結婚式で例えてみます。結婚式の主催者は、新郎新婦であり、またそのご親戚であったりとかして、これが IOC に当たります。開催都市は結婚式場です。手を挙げて、ぜひうちでやってくださいと承知するのは、 承知することのメリットがあるからで、例えば会場の宣伝のため。言うなれば人気俳優さんやタレントさんに結婚式場を提供するようなものです。人気俳優さんやタレントさんが挙式を挙げた会場となれば、その宣伝効果は莫大です。国はこの結婚式場を運営する会社さんのような立場です。式場の運営に支障がないようにバックアップするということです。 だから、やるもやらないも、開催の可否というのは、新郎新婦、じゃあなかった、まあ、主催をする IOC にあるということです。つまり、やるやらないを決める権利というものは、結婚式場にも、まあ、つまり東京都にも国にもないということです。これが大前提なんです。もちろん、オリンピックに対して反対する意見を述べる自由はあります。ところが、こうした大前提をニュースやワイドショーはなぜか伝えません。 うんうんうん。白が、白がこう言ってます。いつもの手口。はい。政府への怒りを煽る煽り運転が、いつものニュースやワイドショーの手口、やり口、フォーマットなんです。そんなテレビ朝日の朝の番組が煽り運転をやっていた同じ日の TBS の朝ちゃんでは、台湾のニュータイプ対策が素晴らしいとして、さらにはなぜか SDGs な企画とガチコーンと接続させて、 台湾の IT 担当大臣であるオードリー・タンさんのインタビューが紹介されておりました。確かに、天才オードリー・タンさんの存在というものは、我が国のデラックスな電卓担当大臣と間違えたかもしれません。デジタル担当大臣と比べるまでもありません。 しかし、番組では電車に乗った際、窓ガラスに貼られた QR コードをスマホで読み込んで、位置情報とか追跡できますよということを素晴らしいと褒め添やしておりましたが、台湾というのは戒厳令すらしける国だということについて触れません。台湾は事実上の有事体制にあるんです。昨年令和2年11月18日の日経新聞の見出しはこうあります。 新中派ニュースチャンネル台湾が放映許可せず、中天新聞台変更報道理由化。台湾では、中国くあちら寄りなテレビ局の放映免許が更新されずに、実際昨年の12月12日に、中国くどちらか国な寄りなテレビ局が、消えた消えた消えたとなっていたのでした。 つまり台湾というのは日頃から中国情報戦なんかもやっているということです。こうしたテレビにとって都合の悪い情報をなぜかニュースやワイドショーは触れない。しかしそれはあえて触れないのではないかという疑惑か。チュタとーン。ニュースやワイドショーというのは自分たちにとって都合の悪い情報は報道しない自由。その一方で政府への怒りの煽り運転を繰り返します。 切り取りも変更報道もやりたい放題です。しかし、そんなニュースやワイドショーが安穏としていられなくなるかもしれません。令和3年5月28日、日経新聞にこんな記事を見つけました。アメリカ FOX ニュース、アジアでネット配信開始、日本でもジャパンでも配信開始するそうです。FOX ニュースとはアメリカの保守系チャンネルで、アメリカで大人気を誇っております。 そして、このジャパンでも保守系の情報を求めている人が多いことは、あの日本文化チャンネル桜さ,さんや、あるいは真相深入り、ガオー、虎ノ門ニュースの視聴者数、視聴回数からも明らかです。そして、良くも悪くも、我が日本国では、海外では、と、海外の情報ありがたやと思う人たちが、まあ、一定数おります。そんな、海外では、のフォックスがジャパンに来日します。 すると、これまでネット番組とかはどうかななんて思ってた人が海外ではの FOX ニュースが日本に入ってきた。するっていうと、見てみると、アメリカでは、そして世界では、ガキ格好つきリベラルドの皆さんというのは、やっぱりなんだか右手がストレッチしてしまうような。<laughs> と、気がついた時に、ニュースやワイドショーから視聴者が、そしてついでにスポンサーの皆さんも。消えた、消えた、やったー。 となるかもしれません。時代の変化というものはゆっくりのようでいて、意き値という一定数を超えるとガラッと変わること。これはあのスマホの普及を見るまでもありません。控えおろう的な完全懲悪のコントのための怒りの煽り運転を繰り返すニュースやワイドショーと、あくまで是々非の情報ならば、日本社会の参加者の多数はどちらを選ぶか。これまた。 火を見るよりも明らかなような気がする今日この頃でございますなお YouTube での初回配信時は令和3年6月4日あの天安門から32年の月日が流れました当時の日本のニュースやワイドショーはこのことをそれなりに伝えておりました今はちごくあれあれではありますが代わりに今はネットがありますというわけでみんなで頑張っていきます、はい 最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです言いたいことを今くってるメルマガ版の方ではですねライブ配信もやっておりましてこちらの方ではかなり踏み込んだお話もしておりますいつも応援ありがとうございますより良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いしますそれではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです最後にワンコのコーナーでお別れですバイバイ

安倍晋三完全消費者説というものばかならに「モルゲス」て答えたんで「モルゲス」よかって紹介しちゃった赤が勝ちし羽生君すごい犬君すぐい,すぐい,すぐい日本別にすごくないだってあなたに会えたからと番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん突然ですがじゃんけんタイムミやちゃんじゃんけんじゃんけんグー私がグーなのでパーを出したあなたパッとして グーおめでとうございます私と同じグーを出したあなたクロスカウンターかやるな何者だそしてチョキを出したあなたじゃんけんでチョキは最も難しい手の形器用なあなたに V さんそれでは、本当のバイバイ